次に宮本徹君。緊張日本共産党の宮本徹です。まあ、大麻草からできた医薬品の解禁は私たちも当然だと考えておりますが、まあ、大麻について新たに使用罪を設けることについては、依存症支援団体などから批判の声が上がってまいりました。まず立法事実についてお伺いしたいと思います。大麻所持での検挙数は増えておりますけれども、大麻の使用が増えることでどんな問題が国内に生じているんでしょうか。病気が増えている、暴力が増えている、交通事故が増える、こういうことは起きているんでしょうか。上医薬局長。お答え申し上げます。近年の大麻事犯の検挙者数は覚醒剤に迫る勢いで増加傾向を示しておりまして、令和3年には過去最多の検挙者数を記録をいたしまして、今まさに大麻乱用期の渦中にあると言える状況だと承知をいたしております。一方で海外に比べていまだ大麻の傷害経験率が低い我が国におきましては、大麻に起因する病気や暴力、交通事故などの影響までが社会で顕在化している状況にはないと考えております。しかしながら大麻の乱用自体は人体に対して有害でありますことから、大麻事犯の増加は憂慮すべきことと考えております。宮本徹君。病気や暴力や交通事故が顕在化しているわけではないという話なんですね。で、午前中のですね、参考人のお話の中では、警察庁の発表では、犯行の原因、動機について、薬物依存よりもギャンブル依存の方が多かった、こういう話なんですね。この間、カジノは合法化に道を開くと、その一方で新たに大麻に使用罪を設けると、大変ちぐはぐなことがですね、進んでいるんではないかなということも感じております。大臣にお伺いしますけれども、大麻使用罪を設けることのデメリットについてはどうお考えでしょうか。武見厚生労働大臣。大麻の不正な使用を法律上禁止することで、若年層を中心とした大麻事犯のさらなる拡大への歯止めになると。まずこれが一時抑止として私どもが期待しているところであります。その一方で審議会の議論では、薬物を使用した者を刑罰により罰することは、薬物を使用した者が孤立を深め社会復帰が困難となり、スティグマ、偏見を助長する恐れがあるという意見もございました。で、そのため厚生労働省としては、今年8月に策定した第6次薬物乱用防止5カ年戦略の下で、関係省庁とも連携をし、大麻を含む薬物乱用者に対する回復支援の対応を推進をし、薬物依存症の治療等を含めた再乱用防止や社会復帰支援策も併せて充実させてまいりたいと、そう考えております。宮本徹君。大麻使用罪が設けることのデメリットについて、孤立を深め、社会的復帰を妨げ、そしてもう一個だね、字が汚くて読めないや、とうとう言ったわけですね。で、6月にですね、出された国連人権高等弁務官事務所の声明ではですね、薬物問題への刑罰はすでに社会から阻害されている人々に汚名を着せます、薬物問題の犯罪化は医療サービスへのアクセスを深刻に妨げ人権侵害をもたらします、こう指摘されてました。これ午前の参考人質疑でも紹介されました。この指摘については大臣はどうお考えなんでしょうか。武見厚生労働大臣。ご指摘の声明、薬物の所持や使用の非犯罪化や刑罰の軽減を提言したものと承知しておりますけれども、この提言は各国に履行義務を課すものではございません。で、一方、条約の締約国会議でございます国連麻薬委員会では、各国の処罰について国内法に従い、医療サービスなどへのアクセスにつながるよう、有罪判決や処罰に関する代替措置や追加措置を講ずることを求めております。で、これを受けて我が国では、この追加的な措置に相当する対応として、関係各府省が薬物使用者等に罪を犯した者の地域社会への移行や、再乱用防止のための指導を行うプログラムを実施してきております。で、厚生労働省としては、今年8月に策定した第6次薬物乱用防止5カ年戦略の下で、関係省庁とも連携をして、大麻を含む薬物乱用者に対する回復支援の対策を推進をして、
薬物依存症の治療等を含めた再乱用防止や社会復帰支援等も合わせて充実させていきたいと考えております。宮本徹君。いろんな対策を打ってもですね、結局その新たな犯罪を作っていくと、大麻使用罪を設けていくということによって、まあ、今指摘されてきたような弊害がですね、私は拡大していくことは避けられないというふうに思いますよ。それはまあ国際的な到達点ではないかというふうに思います。で、まあ、検討会の取りまとめでもですね、今大臣がおっしゃったことが言われているわけですよね。大麻を使用したものを刑罰に罰することは、大麻を使用した者が一層周囲の者に相談しづらくなり、孤立を深め、スティグマを助長する恐れがある、まあ、こういう意見が記載されてきたわけです。ですから結局ですね、大麻使用罪を設けると、本来、治療につながらなければならない依存症の患者の皆さんが、誰にも相談できなくなって、結果として治療につながりにくくなると、このことは避けられないんじゃないですか。上医薬局長。お答え申し上げます。薬物の、依存の方につきまして、犯罪を犯したことを切り離して依存症の患者様として考える、場合、治療などの支援を提供することが、必要なことは、言うまでもないことでございます。審議会の議論におきましても、そういった指摘もございますが、刑事司法の手続きがないと依存症の治療につながりにくいといったことも指摘をされていたところでございます。こうした、治療や、弾薬プログラムなどの支援を行うといったことが必要であるということにつきましても、これまで第6次薬物乱用5カ年戦略等でも記載をしておりますので、こういったことにつきまして関係省庁連携して一層の支援のための取り組みを行ってまいりたいと考えております。宮本徹君。その言ってることがよくわからないんですけども、早口すぎてですね。で、いずれにしてもですね、これは、まあ、審議会でも国際的にも指摘されているように、やっぱり医療アクセスをですね、やっぱり結局相談しづらくなる環境を作ることによって妨げていくというのは間違いないことだと思うんですね。加えて使用罪の創設で、まあ、健康被害の悪化が懸念されると、こういうことも指摘されているわけです。資料の2ページ目、ですけれども、これ今日午前中の参考人質疑でも少し紹介されておりました。まあ、薬事法を改正して危険ドラッグを禁止して、まあ、市中での流通というのはですね、まあ、一旦なくなると、まあ、今若干増えてきてますけれども、そういうことになったわけですけれども、ただ薬物依存の患者数自体はですね、左のグラフ見ていただければ分かりますように減っていないわけですね。結局ですね、処方薬や市販薬を使用する薬物依存患者が増えて、薬物依存の患者数そのものはですね、減っていないわけですね。つまりある薬物の使用を禁止すれば、使用する薬物が他の薬物に変わっていって、患者数がですね、そのものが減るという単純なものではないということだと思うんですけども、このことはお認めになりますよね。上薬局長。お答え申し上げます。ご指摘いただきましたとおり、ある薬物の規制強化によりまして、新たに他の未規制物質等が乱用される可能性があることについては、まあ、承知をしているところでございます。その上で厚生労働省におきましては、保健衛生上の危害が発生する恐れのある未規制物質の指定薬物への迅速な指定等を推進し、他の薬物への移行も抑止するための取り締まりを強化しているところでございます。また薬物乱用そのものを未然に防止するための予防啓発活動を関係機関と密接に連携し取り組んでいるところでございます。引き続きこれらの取り組みを通じまして、薬物乱用の根絶に向けて取り組んでまいりたいと考えております。宮本徹君。私も先生にお話を聞いたらですね、日本人というのは薬物が嫌いな国じゃなくて、捕まりたくない人たちの国なんだと。ですから捕まらなければ肺になりたいとか、薬を使って気分を変えたいと思っている人はたくさんいるんだと。規制しても規制しても他の薬物に変わっていくだけじゃないか、こういうお話を伺いました。今日配っている資料の1ページ目、これちょうど昨日の、東京新聞に出ていた記事です。今日も話題になっていますけど、合法大麻蔓延と、
まあ、報じられているわけですね。まあ、CDB、についてもですね、熱やだあるいは酸、これを加えていけばですね、THC に似たものができると。つまり、ですね、薬物、さっきの話と合わせれば、薬物は規制されれば規制されてない、ところに行くって話ですから、こういったですね、ものがどん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 作られていくといういたちごっこになっていくと思うんですね。そうするとですね、大麻使用罪を設けることによって、まあ、合法 CDB からこうした脱法的な THC の類似物がどんどん新たなものが作られていくと、そしてより危険なものがですね、流通していくと。こうなると結果として今の大麻使用よりも健康被害という側面ですれば、側面から見れば悪化するということにですね、なるんじゃないかと思いますが、いかがですか。上医薬局長。本改正法案におきましては、大麻の不正な使用に対しまして、西洋剤を適用することとしております。これによりまして、若年層を中心とした大麻事犯の拡大への歯止めにつながると考えているところでございます。一方で昨今、大麻の有害成分である THC に類似した合成化合物が国内外で流通をしておりまして、大麻の取り締まりの強化により、これら新しいタイプの危険ドラッグを含む未規制薬物の乱用に移行する恐れがないとは言えないと考えております。こうした未規制薬物に対する取り締まりを強化するとともに、その有害性や危険性などを広く周知することで、乱用防止につなげてまいりたいと考えております。宮本徹君。ですから大麻使用罪を設けたら、こういう新しいものに、移行することは否定できないわけですね、厚生労働省も。より健康にとって被害があるものにどん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 移っていくということになるとですね、麻薬取締法の目的というのは、保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉の増進を図るということですから、これ、逆のことにですね、法律の目的の逆のことがですね、使用罪を設けることによって起きる、こういう危険もですね、あるということだというふうに私は思います。まあ、さらに今日議論出てましたけれども、まあ、今、薬物絡みでですね、一番若者たちの健康を損なっているのは、市販薬だと。オーバードーズによってですね、救急搬送される患者が増え、死亡事例も出ていると。まあ、大麻使用罪の創設によって、こういう市販薬のオーバードーズが増えていく。もうこういう可能性もですね、あるわけですね。こうすればこれも健康被害拡大していくということになっていくわけです。でですね、まあ、大麻使用罪を作ればですね、まあ、大麻の使用をやめようという人は、まあ、それなりにいるのは間違いないと思いますよ。依存症になってない人はやめるでしょう。ただ依存症の人はやめられないわけですね。まあ、結果大麻使用罪で逮捕されるのは依存症でやめられない人になるんじゃないかと、こういう指摘もあるわけですね。で大臣ですね、私は薬物依存症の方に真に必要なのは刑罰ではなくて治療だと思うんですけれども、その点はいかがですか。武見厚生労働大臣。私はやっぱり法律上 のまず一時抑止効果というものについては、今日我が国では他の欧米諸国などと比較した場合に、圧倒的にこうした麻薬であるとか大麻を使用する人の数は増えてはきておりますけれども、圧倒的に少ないわけでありますから、この状況を維持するためにはこういった一時的法的抑止の強化を図るために、この西洋剤に適用するということは私は正しい選択だと思います。しかし委員ご指摘のとおりですね、それが結果としてこうしたその治療をしようとする動機を逆にその抑えてしまうというようなことがあってはなりません。でしたがって、この点に関してはこの審議会でもさまざまにこの議論がされてきましたけれども、依存症の治療等に、このきちんとこうつながるように常にこうした司法の当局との連携を図りながら、そしてこうした依存症に関わる人たちに対する救済の仕組みというものをやはり周知徹底させていく、これが今年8月に策定された第6次薬物乱用防止5カ年戦略の基本的な考え方でございますので、この考え方と組み合わせてこの法律を運用することでご懸念の点を解消をし、そして一時抑止効果については確実に効果を上げる、これがこの私どもの考え方です。宮本徹君。ですから繰り返しますけれども、
やっぱり刑罰を新たに作っていくと、そのことによって治療につながるのは本当につながりにくくなるわけですよ。いくら努力したって刑罰になれば相談しづらくなっちゃうのは、これ誰でも容易に想像できる話ですからね。そこは本当に私は考え直していただきたいんだと思います。まあ、その上でですね、少なくともやめられなくて困っている人たちが通報されないって安心して相談したり治療を受けたりすることができる社会には最低限してほしいと、まあ、こういうお話も聞いております。今日あの西村議員との大臣とのやり取りも聞いておりました。まあ、それを踏まえて、お伺いしたいと思いますが、医療機関ですね、医療機関に相談があった場合、今日の大臣の答弁では医師は、まあ、助けてほしいと、こういう治療してほしいと助けを求めてやってきたことについては通報する義務よりも守秘義務だと大臣おっしゃいました。これ大変大事な考え方だというふうに思います。この考え方を医療機関全体に通知で徹底していただけませんか。武見厚生労働大臣。この警察への情報提供のあり方とこの医師の守秘義務の問題というのがこう緊密に関わり合ってくるわけでありますけれども、医療機関や自治体ごとの取り扱いに確かにばらつきがあるということは承知しております。したがって厚生労働省としては薬物依存症の患者の治療継続に配慮をした警察への情報提供のあり方について、全国的に共通した方針を示せないか今実は検討を始めております。宮本徹君。ぜひですね、ここはもう 医療機関に助けてほしいと相談来た方については通報はしないと、これは医師の守秘義務は優先なんだと、これをですね確立していただきたいと思います。もう一つですね、教育機関での対応の話も西村議員とのやり取りを聞かさせていただきました。教育機関においても捜査機関に、通報する義務はない、公務員についても、告発しない裁量というのは否定されていない、こういうのが大臣の答弁で、まあ、これ非常に大事な答弁だと思います。ただ一方でですね、その今でも大学の中では教育や公正の観点から、まあ、告発しないという対応を取っているところもあるわけです。当然あるわけですね。ところがそれがですね、社会から隠蔽しているだとかこう非難される風潮がですね一方であるわけですよ。大学に相談してきたの大学で使われているのを隠蔽していると、こういうふうになったらですね、こうなると、まあ、なかなか相談しづらくなるわけですね。だから今日大臣は答弁でですね、あ、大臣聞いててもらってもいいです。今日の答弁を踏まえて聞いてますので、先ほど、まあ、文科省との相談やっていかれるというお話がございましたが、まあ、文科省との相談だけじゃなくてやっぱり社会全体に対してもそのことを私はアナウンスをしていく必要があると思うんですね。こういう教育機関に相談があった場合はそれは守秘義務がちゃんと尊重されての対応というのはこれは大事なんだということがですね、通報しなきゃいけないということはないんだと、ここをですねやっぱ社会全体にぜひアナウンスしていただきたいと思いますが、その点いかがですか。武見厚生労働大臣。今も申し上げた通りですね、各都道府県ごとばらつきがかなりあることはもう事実であります。したがってこれに対する全国的に共通の方針というものを作る検討に入っておりますから、それがきちんとできましたら当然これを全国的に周知徹底せしめ、ただ単に自治体の関係者だけじゃなくて国民に幅広く理解していただくための努力はそこでも私は求められてくると認識をしています。宮本徹君。はい、それは教育現場も含めてさまざまな面でお願いをして、しておきたいというふうに思います。次の問題ですけれども、治療がですね必要な薬物依存の方をですね、まあ、逮捕起訴刑罰を科すと、社会から一層孤立すると再犯リスクを高めると社会復帰を妨げていくと、まあ、こういうことが繰り返し指摘されてきたわけですが、まあ、薬物依存になっても立ち直る上で居場所があるというのが非常に大事だという話をお伺いしました。例えば薬物で少年院に入った子どもでも元いた学校に戻れた子たちはその後はいいそうなんですね。大学まで進学していく、ですから居場所を失わないということが非常に大事だという話をしました。ですから薬物依存になっても、
その後、まあ、仕事とか学校とか当たり前のルールのレールですね、レールの上にですね戻れていく、こういう可能性があるということが、まあ、再犯防止や更生にとっては非常に大切だというふうに思います。ところがですね、今回の日大の大麻所持事件のように顔写真と実名がさらされると、まあ、一生ですね、今はネット社会ですからデジタルタトゥーがですねずっと残り続けると、まあ、就職にも影響するということがですねずっと起きてしまうわけですね。そうするともう患者さんは薬はもう断ち切ったとやめているにもかかわらず社会復帰社会参加の道が困難になっていくという問題が生じてしまいます。今日は警察庁にも来ていただいてますかね、少量のですね大麻所持あるいは大麻使用こういう逮捕についてですね実名を公表したり実名をリークするとこういうのはやめるべきだと思いますがいかがですか。警察庁井ノ原刑事局組織犯罪対策部長。お答えいたします。一般論といたしまして警察が被疑者を逮捕しました場合にどのような報道発表を行うかにつきましては各都道府県警察におきまして個別の事案に応じ捜査活動に与える影響や情報提供を行うことの公益性等を総合的に勘案し適切に判断しているところでございます。宮本徹君。いやー今日の議論ですね何を聞いてたのかなと。武見さんだってですねこれからどうこういう問題ね社会に対してやっぱり治療が大事なんだと警察に、ね、通報するということじゃなくて治療こそ大事なんだということで、ね、そういう方向でずっと考えようという方向になっているときにその答弁はないんじゃないかと。公益ということを考えたらですねその一人一人の薬物依存になった方々の立ち直りを支援していくとこのことこそですね最大の公益だと私は思いますよ。ここはですねちょっと大臣今の答弁どう思いました。警察ともちゃんと相談してくださいよ。武見厚生労働大臣。警察は警察として社会の治安秩序を守る大変大切な役割を持っておるわけでありますからその立場からのこうしたご意見が今示されたものだというふうに思います。で私どもも基本的にはこうした大麻で依存するような方々が増えることを阻止しそしてなおかつそれを法的に抑止する仕組みを作る一方で実際にこうした依存症になられる方々などを救済する仕組みをより丁寧に再構築をしていってでそれによって実際にこういった社会の偏見なども是正をしそして社会復帰が確実にできるようにしていくという政策を組み立てることが基本的な私どもの立場になるとそう思います。宮本徹君。ぜひですね警察ともよく相談していただきたいと思います。それから次の問題に行きます。まあ、配布資料でですね、最後に大麻使用罪の創設に関する緊急要望書と2年前に出されたものですけれども孤立する若者にワンチャンスの支援をというのが書かれています。今日も夜間議論になってましたけれども支援団体からは大麻大バージョンを導入してほしいという強い要望が出ているわけです。通常の刑事手続きに載せて処理することを介して他の非刑罰的なですね方法を取ってほしいということです。実は午前中参考人質疑がございました。与党野党問わずの推薦人の方から同じようにこの大麻大バージョンを設けていくのは大事だと起訴するんではなくて起訴の手前にですねちゃんと医療機関などで依存症回復プログラムを受講させてその状況によっては不起訴にするこういう仕組みをですね設ける。これは与党野党の推薦どちらの参考人問わずですね大事だという答弁がありました。これぜひですね設けていただきたいと思いますが大臣いかがですか。法務省吉田大臣官房審議官。すでに時間が経過しておりますから簡潔な答弁をお願いします。
まず前提として現行法の下でも大麻を含む規制薬物にかかる罪の被疑者が依存症回復プログラムなどを受講した場合にそのことを犯罪後の状況として起訴の判断にあたって考慮することはあり得るものと承知しております。他方でそれを超えて検察官が被疑者にそうしたプログラムの受講を例えば義務付ける命じるといったことになりますと被疑者に対してそうした処遇を行う権限が検察官の持っている訴追裁量権起訴を決める裁量権に含まれるのかという問題などがございまして慎重な検討を要するものと考えております。宮本徹君、ぜひもう時間ですので終わりますけども大臣この問題もですねぜひ法務省とも含めてですね相談していただきたいと思います。よろしいですか。うなずいていただけたらいいです。うなずいていただきました。時間になりましたので終わります。